こんにちは、ひかりです。今回もね、秋の公園でおもちゃ探しです。さあ、今回はどこにいるでしょうか。仮面ライダーブレイズがね、隠れております。隠れてはないか、もう。どっかにいます。はい。いい感じの紅葉ですね。ザ・秋。あ、ジ・秋か。秋だから、ジ・秋。落ち葉もいい感じですね。仮面ライダーブレイドっていうのがいて、そんで今回仮面ライダーブレイズっていうのもね出てきたということでね、本編でも大活躍というか、なんかみんな仲間ですよね今ね。いい感じ。はい、仮面ライダーブレイズです。そう、なんかちゃんと、なんだろう、それぞれのライダーに役目があって、やっぱ仲間が多いといいよね。すごい好きですけどね、今回の感じ。バスターとかもいい感じだしさ。まあ、カリバーの正体がね、何なのかっていうのも気になるとこだけどね。なぜカリバーは変身したまんまなんだっていうのもあるし。仮面ライダーカリバー？仮面ライダーカリバーでいいのかな？うん。さあ、今回ブレイズどこに隠れてるでしょうか？何だっけ？流れだっけ？水流剣流れだっけ？なんかそんな感じだよね。剣がね。お、いた！まさかの木に登ってたのか。いいね、発見発見。イエーイ。ということでね、細い木にいました。おお、日差しもいいね。これ午後の日差しなんですよ、意外と。午前中より午後の方がなんかね、日差しがなんか柔らかい気がするんだよね。だから撮影午後にしてみました、今回はね。普段は人が少なめなね午前中を選ぶんだけど、今回はね午後だけど、まだなんか子供たちが学校にいる時間にね撮影したっていうね、絶妙なタイミングで行きましたね。だから空いてる。お、岩の上に誰かいるぞ。誰かっていうか、もう完全にねブレイズがいますね。ただ仮面ライダーブレイズってさ、なんか仮面ライダーブレイズっぽくないですよね、名前と。なんかちょっとイメージ違うんだよなと今んとこね思ってますね。またピンクの新しいね、なんかキャラ変するライダーも登場しましたしね。登場っていうか、まあいたんだけど、やっと変身したって感じで。おっと、どこにいるでしょうか。おお、めっちゃ紅葉してる、綺麗。このね日にね結構ため撮りしたんで、ただ早めに出さないと季節が変わっちゃうからね。いや、もう冬だよみたいななっちゃったらあれだからね、早めに出そう、こういう動画。さあ、実は最初に映っておりました、ここです。いいね、イエーイ。今回の装備はすごい出来いいし、もう最初からね全部のねライダーが剣を持ってるじゃん、まあ剣士なだけあって、だから遊ぶ時にね遊ばせやすいんですよね、この刀で切る感じのアクション。今までパンチパンチとかさ、キックキックだけだったのが、剣で切る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 っていうのができるのがすごいいいですね。さあ、水が流れております。これいいよね、水のライダーだからね。やっぱこの水のところはちょっと使いたかったんですよね。ああ、着地でこんなに下が歪んだっていうか、へこんだんだ。すごい着地力だな。さあ、おお、めっちゃ枯れてるっていうのかな、まあ冬に向かってるって感じですよね。ハスの葉、おお、いい感じだね。これもね、これってしだれ桜なのかな、春とかに行くと桜になってんのかな。もうなんか桜と梅の違いもよく分かんないですからね、僕とか。まあ、調べりゃ分かるんだけど、なかなかね。ここら辺も水が流れててもおかしくない感じだけどね。水流れないのかな。さあ、なんかでかい岩があって、こういう岩もさ、庭とか作って買おうと思うと意外と高いんですよね。意外にも。だけど捨てるとなるとめんどくさいっていうね。
お金かかるんでしょ多分。さあ最後どこにいるでしょうか。いいですね、天気も良くて。最近なんか天気いい気がする、まあ、またね雨とかも降るけどね。あとあんままだ寒くないんですよね、秋だから。秋だからっていうかどうなの、11月の中旬っていうのは秋なの、もう冬なのかな。まあ冬か。でもなんかこの感じ見た感じは秋っぽい、まだギリ秋って感じだよね、この紅葉の感じからするとね。おっとベンチの上に立っていました、仮面ライダーブレイズ。名前ブレイズで合ってるよね、イエーイ。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よかったらねコメントもお願いします。それではまた、バイバーイ。